はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、エキスパートチャレンジ、時を支配する者編ですね、逃走経路のリオですね、こちらを攻略していきたいと思います。ではパーティーとステータスはご覧の通りです。アビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、SP キラ、黒キラですね。ハイパーヒール、死をも超える執念、俺だった愛をつけてます。そして川尻ですね、赤尻、ムーブブースト SHIT、得意属性追加ブーストですね。そしてファイアボムを入れてます。そしてアタッカーですね、バイスケ、メインアタッカーはバイスケ、ディメンション、俺が戦うぜ、産物、仲間連携を入れてます。スタンバイは何でもいいですね、一応リーパスを入れております。直す、見つけたぞ、カバーですね、こちらを入れてます。フレンドはキラですね、黒キラを呼んでおります。では参ります。キラバサミでいくとね、結構楽だっていうのが分かるので試しております。嫉妬で進んでいきます。はい、こっち続いてもシットです。ここで電柱が出てきますが、電柱もファイアボムがあるので倒しちゃいます。今度もシットですね。はい、2ラウンドクリア。続いて3ラウンドですね、アラビアファッツがここでは一つの難関でしたが、欠陥シーンがあれば一発でしたけど、シットで大丈夫です。ですね、自爆が怖いのでちょっと逃げながらですね、打っていきます。バイスケにかかるかもしれないですが、あ、意外と範囲が狭かったですね、よかった。さあ続いてもシットで倒しました。さあここはシットだと倒しきれないので、いよいよバイスケの出番です。はい、さあ行きましょう。さあ問題の第5ラウンドですね、果たして虹ドロはしてくれるのか。さあディメンションですね、ちょっと近づきすぎだ、うん大丈夫、ここは右手でいきましょう。さあドロップはしない、ちょうどね、ここでウンドゥールが近くにいたのでよかったですね。ウンドゥールが、10ヒットコンボカウンターをしてくるので、まあ産物がこれだけ重ねていればね、少し遠くても大丈夫なんですが、カウンターだけは気をつけましょう。行きます。
さあ最終ラウンドです。本当はね、私のね黒キラには、執念はね入れなくてもいいんですけど、まあ、万が一事故が起きた時のために、つけております。俺だったらさえあればねなんとかなるとは思うんですけどね。さあドロップはしない。ホールホースが落ちてきましたがアブと一緒ではないので大丈夫です。ジョータの方も打ってきませんでした。はい、無事クリアですね。スマッシュ感覚で終わることができました。ありがとうございます。やはりここまで揃うと強くなりますね。はい、ではね最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバタイ。